こんにちは、インテリアの話の時間です。滝崎です。福島です。今日は有明ショールームのベッドコーナーから、はい、お送りいたしますが、睡眠っていうと、マットレスが大事だと、思われてますけども、はい、まあ、その他にも、寝具がすごい大事だということで、はい、その寝具をですね、ご紹介していきたいと今日は、思います。睡眠がよく取れない、はい、目覚ましで起きれないですとか、はい、よく寝ても、まあ、次の日目覚めが悪いとか、はい、よく聞きますね。ありますよね、はい。まあ、その理由として、まあ、あの枕が、まあ、合ってないんじゃないかなっていう人結構おられると思うんですけど、はいはい、まあ、どんないいマットレス使ってても、うん、ちょっと首が痛いとか。あ、そうそうです、はい。まあ、そういうのは絶対ありますよね、はい。で枕のせいにしがちですけども、まあ、枕といっても結構こうかなり相性がかなり大事になりますので、マットレスと枕の相性、相性です。はい、はい。まあ、いわゆるこう横向きに寝た時なんかは、まあ、男性なんか特に肩幅ありますので、まあ、ありますよね、はい、この隙間を埋めなきゃいけないですし、はい、で仰向きに寝られる場合なんかは、まあ、よくあるのはこう高すぎちゃってここにシワが寄ってしまう。はいはいはい、はい、このねシワがね、で息がしづらくなってしまったりするので、いびきの原因とかになりますね。あ、なります、なります、はいはい。なのでそのマットレスの硬さ柔らかさに合わせてやっぱり枕を選ぶっていうのがかなり大事になってきます。じゃあまず枕をご紹介させていただきます。枕ですね、はい、1つ目、まず1つ目がこのドリームクレセントっていうシリーズですね。まあ、これ見ていただくとここがアーチ状になっていて、まあ、体にフィットしやすいようにこうアーチ状になってます。これ首元がこう収まる感じですか。そうです。でここだけちょっと生地違いますけども、ここがメッシュ素材になってますので。あ、なるほど、ちょっと蒸れやすいんで。そう、蒸れやすいです。はい、通気性がいいように。そうです、もうさようでございます。仰向けと横向けになると、あの高さ違いなりますので、まあ、肩幅がある男性なんか特に。そうです、はいはい、なので真ん中とサイドが若干高さが異なってるんですね。なのでこう真ん中よりもサイドの方が高さがアップしてます。なので横向きでこう寝ていただいて、横向きになっても高さはこう合うように設計されています。後頭部がここに入って、はい、横に寝た時は高さがあるので、あるようなちゃんと支えてくれて、寝てて枕がどっか行っちゃうとかって、はい、そういうこともない、ちゃんとフィットしてくれる。そうです、はい、あのローとハイの2種類高さが、はい、これも何かマットレスと関係があるんですか。そうですね、柔らかいマットレスっていうのが基本的にまっすぐな立ち姿勢になりやすいので、まあ、体がちゃんとこうフィットする、そう、フィットしてる、はいはい、ってなると、まあ、プラス5度っていうのが理想って言われてますので、あ、こう気をつけした姿勢のプラス5度、5度プラス、はい、これが重要だと。そうです、なので柔らかいマットレスなんかだと、はい、低いロータイプが相性いいですし、じゃあ高い方は逆に、まあ、それ固めのマットレスとかですと頭がこう下がるので高さアップしないといけないので、こうハイタイプなんかは相性いいですね。高さが、はい、まあ、ここも、マットレスと枕の関係性が重要だという形ですかね、はい。で一応これがですね、洗濯機の弱モードで丸洗いもできますので、衛生的に使えるいいですね。そうです、はいはい、2つ目の枕をご紹介させていただきます。2つ目ですね、はい、まあ、これロングセラーですね。これ私も使ってらっしゃいます。愛用します、はいはい、これアダプティブピローっていうシリーズですね。この特徴は何といってもこれやっぱ中身の素材でして、高反発と低反発をこうミックスした素材になってます。高反発と低反発がミックスされてるんですか。あ、まあ、よく低反発枕ですよとか高反発枕ですよっていうのはよく聞くと思うんですけど、ミックスしたバージョンってなかなか聞かないと思いますので、まあ本当にいいとこ取りですね。もうこれ優しくこうちょっと沈むけれども、ちゃんとこう戻ってくる。そうです、低反発でゆっくり沈むんですけど、適度のいいところで高反発でサポート力をこう出してくれるっていう、はいはいはい、なのでその人のベストの位置でこう維持してくれるっていう枕になってます。これ低反発高反発ミックスしてるので、気温に左右されない通年で使えるっていうのも良さですね。あ、低反発ってちょっと寒くなると硬くなるイメージがあるんですけど、はい、あれですね。そうです、はい、それがやっぱり高反発入ってくることによって、まあ、それが軽減されて、まあ、本当にいいとこ取りですね。高反発と低反発の中穴も開いてるんですよね、はい、まあ、インホール仕様みたいな感じになってまして、はい、穴開いてますので、ハイタイプ、タイプロータイプがございます。マットレス選ぶマットレスによってご使用いただくという形になりますかね、はいはい、でカバーはこの洗濯機で洗えますので、はい、衛生的に中身はちょっとこう洗えないけど、はい、このカバーが専用カバーが洗えると、はいはいはい、じゃあ続いては掛け布団ですか。掛け布団ですね。
まあ、これも寝心地、はい、まあ、マットレス以外の寝心地に、はい、影響してくると。そうです、はい、やっぱ寝ているとコップ一杯分というか話を汗かきますよね。聞きますよね。吸湿性と破産性、破産性と、はい、通気性、はい、っていうのが大事になってきますので、まあ、無理ちゃうとね布団剥いじゃったりするんで。そうそうです。まあ、かなりその辺が重要だと、はい、そうです、はいはい、まずはこちらです。まずは後ろの、はい、これホーリーです。ホーリー、はい、これ側生地もちょっとメイン生地なので、そうですよね、はい、ポリエステルとか使ってない。使ってないです。で通気性もいい。通気性もいいです。ポーランド産の羽毛を使ってます。まあ、呼吸ですよね。そうです。あの、はい、羽毛原産国としてはやっぱりポーランド有名でして、はいはい、かなり寒暖差の激しい地域ですので、うん、まあ、それに対応しているダウンっていうのがやっぱり高級な。ポーランド産のホワイトグースを 95% を、はい、使ってます。使ってる、はい、高いんじゃないですか。これがですね、はい、まあ、シングルサイズはもう6万円台からありますし、まあ、クイーンサイズになっても10万切ってます、はい、まあ、あのクイーンサイズでも、クイーンサイズでももう10万円以下と、はい、そうです。で肌掛け、まあ、いわゆるこう夏用のタイプですと、はいはい、2万円台からシングルだとありますし、そんなお値段で手に入れたんですか、はい、クイーンも5万円以下、はい、まあ、そういった、通気性も良くて、はい、もう保温性も高い、はい、ポーランド産のグース、はい、そちらのお布団がその値段で手に入る、もうかなりおすすめですね。おすすめですね、はい、でもう一つご紹介ありますので、はいはい、2つ目、あ、これもうこれ YouTube でも何回かご紹介はさせていただいてるんですけど、これダウナー、福島さんも使ってらっしゃるんですね。はい、使ってます。あ、気持ちいいです。さすがです、はい、これ軽いですね。軽い、これ本当にすごい軽いですね、はい、やっぱ重たい布団ってやっぱりかなりこう圧迫されてしまいますので、まあ、どんなにいいマットレス使ってても、はい、やっぱり上からかけるものがね、はい、重たいと上から圧迫して、はい、ね、毛細血管を、ね、はい、血行が悪くなってしまうっていう、はい、このすごいですね。これ何キロ？1キロ以下です。シングルで、シングルで1キロ以下、はい、でもこんな軽いと、はい、なんかこうベッドから落ちちゃいそうですけど、薬品加工をしてないので、はい、まあ、ダウンプルーフ加工って言って、さっきのも気持ちよかったです。さらになんかこう肌触りがいい、はい、まず綿生地が、まあ、エジプト長長綿って言って、エジプト長長綿、はい、これまたいい生地、はい、高級な綿を使ってまして、はい、まあ、平織りをしてまして、まあ、かぶせ縫いっていって、まあ、縫い目がこう表に出ないような縫い目にしますね。あ、確かに、はい、細かいところまで。そうです。だからこれ耐久度もかなりありますし、あ、耐久性が増すんですね、はい、で先ほどおっしゃったように、はい、ダウンプルーフ加工って、はい、まあ、薬品の加工してないので、あの毛が出ないように薬品加工するやつですか。そうです。はい、あれをやると通気性悪くなるんですね。そう、通気性悪くなるのとやっぱ滑っちゃうので、はいはい、はい、やっぱそういうのしてないので、ここ真ん中をこう持っていただくと、あ、ドレープ製って言って、全然あんだけ軽かった布団が、これベッドからそう落ちないんです。あ、もう全然落ちないですね。そうなんです、はい、落ちないんです。はい、でも持ったら軽いっていう、すごいですね。です、まあ、これだけ軽いですけども、やっぱり保温力っていうのもかなりしっかりしてますので、はい、そうです。中のダウンが、まあ、ポーランドの北部のポメラニアンマザーグースを使ってます。なんで一個一個のダウンボールっていうのがかなり大きくて強度がありますので、この胸の毛ですか。そうです、はい、なんでしっかりしてるので、やっぱりこう畳んで小さくしても戻した時にかなりこうすぐ復元してくれます。復元力があると。そうです、はい、まあ、人気商品なんで、はい、まあ、リフォームもできるって聞いてるんですけど、 ありますなんで打ち直しって言って、まあ、中を洗浄して側生地も新しくしてっていう風にリフォームもできますので、まあ、特別な羽毛だから長持ちをする、はい、なのでその中身の原毛自体はそのまま使えると、はい、そうです。で周りの生地等がこうちょっと傷んできたら、はい、それを変えて、そうです、まあ、中の羽毛を洗浄して、はい、で足りなくなった毛はちょっと新しくさせていただいて、はい、っていうのができると、はい、できます、はい、じゃあもう長くもう、まあ、大げさに言えば一生もの。そうです、一生ものですね、はい、この辺の布団お使いいただけると、はい、じゃあ続いては、はい、こちらベッドパッドですか。ベッドパッド、ベッドパッド、まあ、引かない方も中にはいらっしゃいますけども、まあ、絶対引いていただいた方がいいですね、まあ、ベッドは別になくても寝れますもんね。そうです。でも、はい、絶対に必要だと。そうです、まあ、先ほどおっしゃったように、はい、コップ一杯分かくって、私先ほど汗をね、はい、言ったようにマットレスこれがないとマットレスに直接その汗がこう蓄積されてしまうと、シーツだけじゃ止められないので、はいはい、
このベッドパッドっていうのがマットレスを守ってくれますし、汗をかいたものをこう吸収して発散してくれますので、まあ、衛生的に保つっていうのも絶対的に必要になってきます。で、今回ご紹介していくのはこのコティってこう綿 100% の、あ、これも通気性も良くて吸湿もあると。そうです、はい。まあ、よく化繊綿羊毛って言われてますので、まあ、綿は本当にやっぱり吸収性が高いですね、はい、しっかり吸収してマットレスを守ってくれます。で、抗菌防臭加工もされてますので、まあ、衛生的に使えますっていうので、まあ、おすすめの一つですね、はい。これ家で洗えるんですか？家で洗えます。あ、洗濯機で、はい、はい。あ、じゃあもう普段使いやすいですね。そうです、はい、なので本当にどんな方にもおすすめのベッドパッドの一つですね、はい。で、もう一つが、もう一つ、はいはい、これ綿です。これ綿、はい、はい。で、次がこのエルプレミアムっていう羊毛です。先ほどこう化繊綿羊毛って言ったように、これ弾力性もありますね。そうです、クッション性もありますし、吸湿、はい、発散性がもう2倍と。そうです、は、汗はより吸ってくれるし、発散もしてくれるし、はい、なのでこうメンテナンスもすごい楽ですよね、うん。まあ、綿 の, あのベッドパッドに比べて、まあ、洗濯の頻度っていうのも抑えられますし、そういったこうメンテナンスも楽っていうのも、洗濯もそんなしなくていいってことですか？そうです、あ、汚れにくいってことですね。そうです、吸収して発散もしてくれます。これなんか表と裏あるんですかね、はい。あ、そうです、これリバーシブルタイプでして、表裏でこれメッシュ素材とウール素材で、まあ、いわゆるこう夏冬に両方ともこう使える、あ、より快適に春夏と秋冬で、はい、まあ、ちょっと変えて。そうです、まあ、でもこの上にはシーツ、あ、もちろんでございます、はい、この上にはシーツかけていただく必要ですけど、で、まあ、それで変えて使えるという形ですかね。今綿と羊毛のベッドパッドをご紹介させていただきましたけど、まあ、絶対必要になりますので、まあ、ベッドには必ず必需品ということですかね、はい、はいはい。まあ、マットレスだけじゃないんだよ、はい、まあ、その周りの、まあ、寝具もすごい大切だよという形で、はい、まあ、参考になればと思いますので、まあ、こちらグッドスリープファクトリー有明ショールームですね、ございました。スリープアドバイザー、はい、ね、福島さんも持ってますね、はいはい。こういったアドバイザー多数おりますので、ぜひお越しいただければと思います。またあのコメント、リクエストございましたらぜひ、いただけたらと思います。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。本日は、ご視聴ありがとうございました。